名古屋工業大学は愛知県名古屋市小区5基礎町に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は名工、名工大。海外事務所海外事務所を中華人民共和国、マレーシア、ヨーロッパに展開している。名古屋工業大学周辺国土交通省国土、チリーン地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成学部大学院領域従来の縦割り学問分野による学科組織から離れて異分野の教員が交流する横断的、学際的な研究系組織として大学院に置かれる。付属期間21世紀 COE プログラム JR 中央本線、鶴舞駅にほど近い良い立地ということもあり、 東海地方各地の高校から進学する学生が比較的多い。さらに卒業生のうち多くが大手製造業に就職する。中でも地元企業に強く、トヨタグループ、または関連会社への就職が目立つ。その他、輸送機器、電気、重工業、科学など様々な分野の産業へ就職する。学科にもよるが、卒業生の 約8割が大学院へ進学する。博士後期課程まで進むのは約1割である。正門付近には名古屋工業大学で研究している音声、言語処理技術をもとに開発された双方向音声案内デジタルサイネージを設置している。大型ディスプレイに登場する 3D キャラクター、メイちゃんが来校者の音声を認識し学内を案内するという世界初の 全天候型デジタルサイネージである。大学の土地面積はやや狭く駐車場が小さいため、学生は基本的に自動車では通学できない。最近では学内組織の働きで、学内環境は改善の方向に向かっている。学生の男女比は男子が約8割強。女子推薦入学などの影響もあり、近年は女子の割合が増えてきている。 学生食堂は、大学会館1階の西京大食堂と2階のカフェテリアがある。また、大学の周辺には安価な食堂が数軒ある。2005年5月、近辺にイオンチグサショッピングセンターができ、ファストフード店などに行く学生もいる。学生食堂については、2012年4月に改修された大学会館がオープン。1階の大食堂、 2階のカフェテリアともに大幅に席数が増加し、以前のような混雑は解消された。メニューにも学生の声を活かす工夫がされている。学内には大学生協運へのコンビニエンスストアが3つあり、夜10時まで営業。大学会館改修中に1号館内に設置されたミニコンビニも継続している。また、大学に隣接した場所にコンビニエンスストアがあり、 イオンタウンちぐさも24時間利用できるため、研究室の徹夜組には便利な存在となっている。東京理科大学や電気通信大学などと並び、比較的留年が比較的多い大学とされる。校内には一本松古墳が存在し、その古墳に登ると留年するという学生に伝わる伝説がある。大学のすぐ隣にある鶴舞公園は名古屋でも 有数の花見の名所であり、毎年花見のシーズンになると、鶴舞公園で宴会を行う学生も多い。研究室に配属されたばかりの4年生は、研究室によっては、場所取りをすることもある。名古屋工業大学の学園祭は、高大祭と呼ばれ、2008年までは、毎年6月に行われていたが、2009年以降は11月に行われている。隠し詣儀店や、 名古屋工業大学での研究を一般客に見てもらうという高大祭の本来の姿であった企画の研究室開放等が催される。ご基礎キャンパス、田地見キャンパス2007年に名古屋市立大学との間で連携、協力に関する基本協定を締結している。アジアアフガニスタンバングラデシュ中国インドインドネシア、韓国マレーシアオマーンタイ台湾。 ベトナム、オセアニア、オーストラリア、ヨーロッパ、フィンランド、オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア、ルーマニア、ロシア、スペイン、イギリス、北米、アメリカ、合衆国、南米、ブラジル、NTT、西日本と、情報通信技術を使った高齢者向け地域、包括ケアの開発で協定を結んでいる。ありがとうございます。